蕎麦や寿司や中華料理やカレー屋、どれがいいですか？実は料理の世界もオープンイノベーションの波がやってきているが、うん、本当だから静かに料理を出すだけの店っていうのは、うん、多分淘汰されてきますよね。和牛、うん、マフィアなんかまさにそうで、私は飲食店の経営をしたいです。経営の勉強方法、 HIU の活用方法、バイト以外での経営の実践経験の積み方をぜひ教えていただきたいです。なんかやりたいこととかあるんですか？やりたい業態とか。卵が好きなので卵料理の飲食店をやってみたいなって思っています。まあでも1店舗じゃ嫌なんだもんね。そうですね、フランチャイズ化したいです。卵難しいかな。やっぱり人間ってめちゃくちゃ保守的で、見たことのないような食べ物って、てか見たことないものって食べないんですよ。だからなんか、まあ HIU とかでもたまにいるんだよな。なんかベトナムのバインミー屋さんをやりたいとか。まあなんか1店舗だったら別にできると思うけど、ベトナム料理好きの人が来るかもしれないけど、バインミーを食べたことがある人とか、ほぼいないんで。初めて聞きました、今。知らないよね。はい。まあ、ベトナム風のサンドイッチなんですけど、フランスパンみたいな硬いパンにいろいろ具材を挟んでる、ちょっとトロピカルな具材も入ってるんだけど、香草とかみたいなやつがあるんですよ、はい、そのベトナムの名物屋台料理みたいなやつであるんですけど、で知らないじゃん、知らないから行かないじゃん、やっぱ成立しにくいよね。でも例えばカレー屋さんとかだとみんな食べたことあるじゃん。カレー食べたことない人とかいないと思うんだよ。絶対そっちの方がいいんですよ。厳然とした事実として、卵料理専門店とかほぼないんですよ。全然ないわけじゃないよ。あるけど、俺は知ってるけど、メジャーにはなんないですよ。多分難しいことやんない方がいいんですよ。もう今あるものやった方が良くて、例えば焼肉にしたって、トラディショナルな焼肉スタイルじゃないとみんなやっぱりね、入ってこないんですよ。ちゃんと特上カルビとかを網で焼かないとダメなんですよ。それ以外の焼肉は保守的なんですよ、みんな。すっごい保守的なんですよ。保守的な人が大半なんです。びっくりしますよ。みんな保守的すぎて。そういうことがすごくよくあって。僕はそういう人たちにすごくこう否定されるって生きてきたんで。はい。和牛マフィアなんかまさにそうで。まあ多分、すごい同業他社からは、キーな目で見られている。で、たまに陰口も叩かれてる。叩かれてますよ。なんか元 IT 社長が、遊びで肉磨きをしてるみたいな。うちら IT 業界の2人が作った店だから、なんかその辺割となんかいろんなこと試したんですよ、うんうん、なんかイノベーティブ料理みたいなやつとか、はいはいはい、とかもやったんだけど、うんはいはい、結局そういうのってリピートもしないし、うん、1回はおーってなるんだけど、うん、その2回目3回目のリピートに繋がらないですよね、うん、でなんか凝ったこう綺麗になったなんか花びらみたいになってますみたいなとかも、うん、1回は行くけど、うん、2回目行くかなみたいな。だからね、消費されちゃうんですよね、1回行って。そう、お店がね。そうなんですよ、ね、だそれだったら、だら結局和牛マフィア出してる料理って、うん、餃子とか、うん、カレーとか牛丼とか、うん、カツサンドとか、はいはいはい、何ヶ月かに1回絶対食いたくなるみたいなもの、はいはいはい、で全部構成していて、たまになんかその特別なメニュー出すとか新メニューが出るとか、だから飲食店開く人って料理が好きな人が多いんですよね、うん、料理の技術があって、俺は美味しい料理が作れると思って飲食店開くから、美味しい料理さえ出してればうまくいくはずだと思っちゃって、あ、その幻想ある。でも確かに料理屋さんを開く人はほとんどそういう人ですよね、うん、でも美味しくて潰れる店もあるけど、まずくて繁盛してる店もあるんですよね。そう、だからここは何なんだって話ですよね、うんうん、だから美味しいものだけ出してればうまくいくって話でもないんですよね、うん、だからむしろ美味しくなくても繁盛してる店があるってことは、うん、そうじゃないところの方が重要だって、ね、そう実は料理の世界もオープンイノベーションの波がやってきているが、うん、飲食業界人はそれに全く気づいてないし、それを使ってない、あんまり。ほうほうほう。というのはやっぱレシピなんですよ。だから情報が民主化されてるので、うん、その料理を知っているとか作れるっていうことは、うん、実はあんまり付加価値じゃなくなってきていて、うんまあ、もちろんセンスのありなしはあるんで、センスがある人がやらなきゃいけないんだけど、それはある程度の数いるので、うん、まあ、つまり料理を作ること自体は大して難しいことではなくなってしまっていて、うん、料理人であるっていうことの価値がないんですよ、うん、
ほとんど理論的にはないわけです、うん、だからまずそこでまずギャップが生まれてるんだけど、でそこでじゃあ何が付加価値になってくるかって言ったら、うん、コミュニケーションなわけじゃないですか、うん、お客さんはもちろん料理を食べに来てる、うん、料理を楽しみに来てるんだけど、それだけじゃないよね、実はもっと先があって、それはスナックだったりとか、もっとハイエンドなエンターテインメントだったりとかするわけですよ、うん、だそれがこれから出てきますよ。あ、そうですよね。うん、堀さんが和牛マフィアでやってることも似た。で、和牛マフィアも今すごいうちの内部の SNS でもう食材だったりとか出し方だったりとか、いろんなものをもうどんどん共有してやってるわけですよ。例えば前は肉をそのグリルで焼いて、まあ、火がバーってなったりとか、うん、であとそれを切ってキャッシャイとかってやってこうやって見せたりとかしてたんだけど、普通にカットして、うん、誰がやり始めたのか分かんないんだけど、うん、2ヶ月ぐらい前からその見せ方がまた変わってて、うん、これぐらいの肉を4分割するんですよ。で4つ重ねて断面を4つ見せてってらっしゃいってあるんですけど、うん、断面が超綺麗 で肉4枚重なってたらインパクトあるじゃないですか、はい、別に何の意味もないんですよ、うんうん、ちょっと熱いんですよ、あちゃあちゃあちゃ写真撮ってくださいってやるとみんな喜ぶんですけど、うん、そういうものがどん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 出てくるんですよ。で多分まあ今度だから見せない店が物足りなくなってしまって、うん、本当だから静かに料理を出すだけの店っていうのは、うん、多分淘汰されてきますよね、うんうん、まだね正直 IT 業界ほど早くはないですよ、うん、IT 業界なんてもう新しいサービスリリースされたら、うん、その日のうちにコピーサービスみたいなドドドドドって出てくるじゃないですか、うんうんうん、飲食業界まだ1ヶ月と2ヶ月のラグがあるからまだいいですけど、まあそれでもやっぱり模倣のスピードと技術上がってますからね。上がってますね。あっという間ですよね、うんうん、だから同じような業態すぐ出てきますよね。なんならすぐ隣に出される。そう、そっくりの名前 でそれを差別化してブランディングが大事だったりとかマーケティングが大事だったりとかするんですよね、うん、結局。で飲食って面白いこと、一番最初に作った業態が一番最初にやった会社がうまくいくかっていうとそうじゃないんですよね、うん、区別つかなくなっちゃうからな。そう、どっちがどっちだっけみたいな。そこは結局そこにいくらリソースをかけるかなんで、うん、だから圧倒的な資金力でかっこいいお店作って業態パクったら、うん、そのオリジナルよりよく見えちゃったりする、うん、だから実は飲食店の鉄則って最初にどんなに素晴らしい業態でもそのすぐにパクられるのは、うん、もうだって料理のレシピに著作権ないんで、うん、絶対パクられるんで、うん、法的に全くその保護されないんで、うん、なので圧倒的に素晴らしいその内装から何から絶対ついてこれねえだろうなっていうのを作ると、うん、パクリが出てきた方がいいんですよ。だから難しいことをやらない方がいいんですよ。でみんなすぐ難しいことをやろうとするんで、飲食店って簡単なことをやった方が良くて絶対これ成功するよなみたいなことをやんなきゃダメで、はい。なのでなんだろう、 H&M の活用方法で言うと、僕定期的に飲食店やりませんかネタを上げてるんだけど、はい、意外と手上がんなくて、僕今企画でちゃんと頭の中あるのは蕎麦屋、寿司屋、中華料理屋、カレー屋、どれがいいですか？カレー屋がいいです私。でもインドカレー好きなんです。インドカレーはやめてください。わかりました。インドカレー受けないんで。わかりました。ココイチみたいなカレー。そうです。ココイチってさ、すごくない？はい、あれはだから最大公約数の日本人が大好きなカレーを作ったんですよ。で、2000店とかあるんですよ。で、日本第2位のカレーチェーンって120、30店舗ぐらいしかないのかな。ゴーゴーカレーとかその辺が次に来るんだけど、ゴーゴーカレーって万人受けしないんですよ。でスープカレー屋さんとかも5、60店舗ぐらいまでしか行かないんですよ。スープカレーなんか食いたくないんですよ、みんな。ほとんどの人は。だから、いわゆるバーモントカレーみたいな普通のカレーがやっぱり受けるんですよ。でもなんか、それだったら、こう家で作れちゃうんじゃないかってこう思っちゃう、ね。思っちゃうでしょ、はい、でも、めんどくさいんですよ。ほとんどの人は料理を作りたくないんですよ。なるほど。カレーは店で食べるものなんですよ。もう家で作ったりしないんですよ。まあ作ってる家庭はもちろんあるんだけど、作らないっていう選択肢は結構 Uber Eats とかも普及してきたりとかしたんで、よりそれは加速していくと僕は思っていて、そこの立ち上げメンバーになって、フランチャイズの、そこ行ったら経営学べます。僕は言いますから。でもそれ今物件探してるんで、そこから絡んだ方がいいかもしれない。